西参道入り口バス停、まあ、ここからねすぐそこに東照宮への入り口があるわけですが、ちょっとね後で行きます。反対方面進みます。ここで曲がって関満ヶ淵というところに行きます。もうちょっとで関満ヶ淵に着きます。奈良美地蔵が有名。この橋を渡って向こう岸に行きます。この川は大谷川という川のようです。この辺り関満公園ですかね。すごい神秘的な風景です。ここが関満公園、そしてこの先に関満ヶ淵があります。西町太子堂、なんか聖徳太子が祀られているそうです。あ、急に厳かな雰囲気になってきました。この先が関満ヶ淵でございます。そしてね、後ろも誰もいないです。街中はあんなに人がいっぱいあったのに。このお寺慈雲寺というそうです。でその向かい側には大谷川の清流が流れております。そしてここから関満ヶ淵が始まります。すごいですね、地蔵がめっちゃ並んでます。なんとね、大体70体ぐらいあるみたいなんですけど、数えるたんびになんか数が変わるみたいです。それもあって化け地蔵っていうなんかあの異名を持ってるようです。それじゃあ実際に何体あるか数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、これも数えるべきなんかな。とりあえずこの頭巾の数数えましょう。6、7、27、28、これ頭だけ、29、42、43、あ、ちょっと途中で降りてみましょうか。うわー、ちょっとこれなんか危なそう。うわー、すごい綺麗です。滝みたいなものも見えます。ちょっとちっちゃいけど、うわー、水綺麗。ただね、この辺りちょっと水難事故が多いようなんで気をつけた方がいいですね。ちょっとここの岩場も結構ツルツル滑って危なかったんで。いやー、いい景色やった。じゃあそのまま進んでいきましょう。お、ここなんか、あ、景色良さそう。ここ霊飛閣というようですね。ちょっと入ってみましょう。入ってみようかと思いましたけど、中に入れるわけではないんですね。すごい、上にはお札のようなものが。いやー、綺麗な景色。そして再び地蔵が現れ始めました。またずらーっと並んでる。じゃあまた数えていきます。44、45、89、90、91、91、これで終わりかな。まあそれにしてもこの眺めめっちゃ綺麗。こっからの眺めもすごいっす。あれ、これで終わりですかね。なんか調べた情報と全然違う。全部でなんか91体、一説によるとなんか70体とか100体って言われてますけど、どっちにも当てはまらない。数え方間違ったのかな。
あれ、戻った方向には関漫画淵並び地蔵って書いてある。ってことはもう関漫画淵終わりですね。結局91体なんでなんだろう、70体って聞いてたのに本来の数より多いってどういうこと。なんかね、調べたところだとね、約70体っていうはずだったんですけど、ね、余裕で数を超える91体ってどういうことでしょうかね。なんか数えちゃいけないもん数えちゃったんですかね。なんか怖いっすね。なんか神社発見しました。ここ、ぬかつか稲荷神社というようです。ここ行くと戻れるようです。大日橋、ここ渡って国道方面に戻りましょう。いやー、こっからの大谷川の眺めもとても綺麗です。わー、こっち側も綺麗。それにしてもね、先ほどの関漫画淵調べてみるとやっぱり心霊スポットみたいですね。やっぱりこうね、数えるたんびに数が違ったりとかするようです。夜とか行ったらすごい怖いでしょうね、きっと。いや、もしかしたらね、さっき数えてた時もなんか変なのがね、映ってたかもしれないですね。もし何か映ってたら教えてください、コメント欄で。あー、水きれい。この橋の下降りれるみたいですね。ちょっとだけ降りてみましょうか。ここは水が溜まってて池みたいになってます。なかなか綺麗だぞ。ここは大日堂跡。大日堂というのがここに立ってたんですね。あ、なんか地蔵があるぞ。こっちの地蔵も数えた方がいいんでしょうか。多分こちらのお地蔵さんは対象外だと思うんですけど、一応数えてみましょうか。92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102。こちらにいらっしゃるお地蔵さん数えたら102体になりました。ではそろそろ日光東照宮に行きたいと思います。その前にちょっと池を見ていこう。何気にここ綺麗ですね。なんか足元にはしごがあるんですけど、ちょっと降りるの怖いからやめとこう。国道のところまで戻ってきました。それにしてもやっぱり日光駅方面の車めちゃめちゃ渋滞してますね。蓮華石バス停、ちょうどこの橋のところ、なんかこう、ま、道路の真ん中が空いてますね。ここなんか昔路面電車が多分通ってたと思うんで、駅があったんでしょうかね。ここ東照宮までもうちょっと歩くみたいですね。相変わらずすごい混み具合だな。日光金谷ホテル創業の地らしいですね。日光カステラ本舗、その隣にはなんか年季の入った建物があります。あ、教会か。西参道入り口バス停まで戻ってきました。こっちの道をね、左にそれると東照宮へと続く道に入ります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。